おはようございます。本日は8月の7日火曜日、ちょうどそこで港の方面を指さしているどうぞ、この人が、ロシア、そしてソ連に改められた革命家ウラジミル・レーニンさんです。あそこですよね。なんだモスクワのレーニン像はすごい大きかったの、発達されたらしいですけど、このレーニン像は現在でもこのように残っているそうです。そしてこちら奥に見えておりますのがウラジオストックの駅でして、その裏には港もあるのですが、本日ですね、これ分かりますか、奥の方にこれ見えてるの、これ建物じゃないですね、これ船なんですね。驚きましたけれど、昨日私が乗ってきた船のなんだっけ、 DBS クルーズのイースタンドリーム号、あれもなかなか立派な船でしたけれど、この船の大きさはもうちょっと桁が違う、なかなか立派な港に本日はクルーズの船がやってきたようです。大勢の中国人観光客の方もおいでです。中国は今でも社会主義国ですからね、もしかしたらなんかこれに私たちとは違う特別な惹かれ方をするのかもしれませんけれど、ロシアではとりあえず昔からあったもんだからそのまま残してる、そんなところでしょうか。歴史の一環でもありますし、やっぱ社会主義国の銅像っていうのは大きいですよね。レーニンとおそらくは書いたんだろうと思われます。中国薬科大学、先端研修班、ドンシュエウォーなんちゃらなんちゃらみたいな、文化、あ、なるほどね、みんなして薬科大の人たち、薬学部の学生さんたちが、みんなで留学な遊びに来たとか、そんな感じなんでしょうか。すごい社会主義国のその雰囲気をやっぱ見ているようです。ちょっとこれ走らないと。この街の信号機のペースが異常に速くてですね、見ていただくと分かるんですが、あのような猛烈なカウントダウンをしております。もうあと10秒です。あれが鳴り終わりますと、もう完全にですね、信号は一発で赤となります。ピカピカという日本で光るようなものはありませんので、大半の人が渡りきることができておりません。もう赤になっちゃいましたけどね、みんなまだ渡っているという状態です。しかもギリギリになって後から便乗して渡り始めたってんじゃなくて、最初から待機していたにもかかわらず渡り切ることができなかったわけでして、この交通量の多いウラジオストック、うわすごい車の連なりですからね、こんな街では、なかなかやっぱり、放射のことまで気が回らないというのが実態なんでしょう。それでもね、みんな急いで渡りはいいわけだから、その程度で、うまく回っているのかなとも思いますけれど、本日シベリア鉄道本線の特急列車、ロシア号の出発日ではありません。毎日あの列車は昔は走っていたらしいんですが、本日も運行はまだありませんので、明日まで待つ必要があります。だから1日このウラジオストックで暇つぶし、暇つぶしといっても非常に美しい街ですから、観光する場所には困りません。昨日もご紹介したように、もともとは中国の領土、清国の領土だったようなところです。それを19世紀の終わりぐらいにいろいろとヨーロッパ風にロシアが作ったということです。フランスのパリとかそういったところの街並みを真似て、それでこのような西洋風の街を急速に発展をさせましたので、その当時の建物もいろいろとあちこち保存をされているようなところもあるようでして、このように極端なヨーロッパの雰囲気を楽しむことができるようになっている、そのような場所なんだそうでございます。すごい自動車の数ですね、本当に大したもんだな。なんか車線がよくわかんない、一方通行なのかな、札幌市みたいですね。ちょうど近郊列車が街を抜けていくところ、左側見ますとね、31アイスクリームって書いてありました。あれ日本の会社じゃないんでしたっけ、ちょっとよくわかんないんですけど、でも結構日本で食べ慣れたような味とね、似たようなものを感じられますよ。食べ物は今日の朝ごはんもホテルで食べましたが、とても美味しいものでした。昨日からね、犬が結構放し飼いでああいう風になってるのを見るんですよね。ロシアは別に犬を繋がなくてもいいみたいでして、ここだけではありません。なんか昨日韓国でも犬が寝てるの見ましたけど、犬をつなぐ文化というのはもしかして日本だけだったんでしょうか。街には地下道が整備されておりまして、こんな感じで下へ潜っていって、それでね、交通量の多い大通りを避けていく、そのような構造です。人通りも極めて多いしね、奈良公園のあそこをアクセスするときの道のりみたいですけど懐かしいな法定速度走行車って書いてありますけど、絶対そんなことはないんだろうな
なんか喋れっていきなり言われてもね、あれだと思うんですけど。そうですよね。モスクワまで行った後はどっか行かれるんですか？いや、モスクワで帰ります。ああ、そうですか。どのぐらい、何日ぐらいモスクワ着くんですか？今日の夜出発なんですよね。今日の夜中です。そっか、あ、じゃあお気をつけて。まさかまたお会いすると思わなかったですけど、はい、大学生の方、あんまり言わない、大学生、あ、そうですか。じゃあお互い夏休みを満喫しましょう。どうもありがとうございます。ここにありますのがどうもグム百貨店というやつらしいんですが、ああ、これで間違いないな。ソ連が始まる前、帝政の時代からずっと続いている伝統的な百貨店だそうです。まあでも日本にもね、あの江戸の時代から続いている伝統的なあの百貨店とかありますので、まあ、それをいちいち対抗してもしょうがないんですけど、でもあれだな、これ多分帝政時代から建物も残ってるんでしょうから、かなり立派なものです。裏地で一番古い、そんな建物だというふうに聞いております。裏でね、日本人向けの団体ツアーみたいなのやってますんで、それの日本語の解説を勝手に聞きながらね、盗み聞きして、それで快適な日本語での案内付きの旅を楽しんでいるところです。あのさっきのね、表側にいた時はね、ちょっとどうやって入るのかな、よく分かんなかったんですけど、あの裏側ストックにこういう風にちゃんとね、あの入り口が用意されておりました。なんかね、こっから港の方を見たら、昨日乗った DBS のフェリーがなんか動いているのが見えました。もう出航したのかな、ちょっと分かりませんけどね。位置関係はこんな感じです。あちらの彼方に、あ、まだいるなと、ここまで日本と繋いでくれていた船が見えましたが、もう別れのようです。道の交通量はこんなに多いようなところであっても、信号機は設置されていません。こういうところで渡りたいときどうするかっていうとね、ここにいて私は渡りたいんですけどという意思表示をするわけです。そうすると待ってくれる、待ってくれた、わかります、ごめんなさい。こんな感じで歩行者優先が遵守されていて、みんな待ってくれるんですね。すごい親切なことです。日本の横断歩道をね、ここで待ってみても、歩行者優先のその原則道路交通法などを守るドライバーはほとんどなく、まあ、大半がですね、そこにいる歩行者などもう存在しないかのように見て見ぬふりをして走っていくというのが、まあ、日本で当たり前の光景ですが、ロシアはそんなことないんですね。みんな親切です。これ一緒に渡りましょう。でもね、私みたいな外人はね、こうあたふたとこうパタ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 一生懸命この横断歩道をかけて渡るわけですけど、もう地元ロシアの方は堂々と悠々と、もうこれで当然というわけで歩いていきます。まあ、やっぱね、そういうことなんでしょう。それで当然だというふうに法律で決まってるんですから、別にいちいち気にする方がおかしいのかもしれないけどね。ここに形成されておりますのは路上駐車場と呼ぶべきものかと思いますけれど、内側の人がもう道路へ出るのは不可能です。どうすんでしょうね。さっきね、これで内側の人がね、外へ出られなくて困ってるのありましてね、タバコをふかしながら、うん、イライラみたいな感じでずっとされてましたけど、これはちょっとね、もういいのかな、出ないのかな、もう完全にここの従業員の人かなんかで夜まで出ないから別に関係ないとか分かってるんでしょうか。結構歩いてきましてね、あの横浜とか青森駅とかにかかってるベイブリッジに似てるから勝手にベイブリッジと呼んでるんですけど、そのたもとのあたりまでは来ました。バーガーキングがありますから、ちょっとここでね、一服しようかと、そういうことになっております。結構歩いていて楽しいところです。歩いていて飽きることがありません。でも疲れるのは変わりませんから、ちょっと休憩が必要です。こういう場所はそれなりにたくさんありますので、苦労はしないかと思いますと思ったんですけどね、ちょっと混みすぎてまして、このハンブルグなんとかとかいう裏にさっきのバーガーキングがあるんですけどね、混んでたから、じゃあ反対側に移ろうということです。簡単にそういうことができるのがここのいいところです。ミルクスムージーみたいなものです。甘い牛乳のやつですが、いやとてもね、これも美味しくて、撮影も問題ないというふうに伺っております。それからこちらはスープです。それぞれ多分300円ぐらい、スープは500円ぐらいかな。あのうどんが入っているこんな感じ、いやなかなかいいですね。うどんというかパスタ、ヌードルと書いてありましたけど、お茶目な店員さんがおつゆをちょっとこぼされまして、 I'm sorry と笑いながらおっしゃってました。あの英語が通じないとかね、ロシアはそういう風に言うところが多いようですけど、でも私の知る限り英語の通じなかったところっていうのは、もう口のついてからは別にないですね。皆さん英語をお話になられてます。こんな春巻きもあります。春巻きっていうんだけど、まあ、生春巻きみたいな感じで、中にはこれイクラが入っております。イクラとチーズ、なんかクリームな感じのね、不思議な味ですけど、不思議な美味しさです。美味しいですよ。なんかね、沿海州立大学みたいなところだと思うんですけど、そのすぐ脇ぐらいにこんな感じでケーブルカーありまして、1人分の運賃はだいたい10ルーブルか、だから20円ぐらいなんだそうでして、これに乗るとウラジオストク随一の観光名所展望台に向かうことができるようです。7時から8時まで運行、多分そういうことなんでしょうね。夜景も楽しめるのかな、いや違う、8時でもウラジオ明るいのか。
ここへ着いた瞬間にケーブルカーがちょうど出発していってしまいまして、あら残念と思っていたんですが、しかしまた1分ぐらいで反対のケーブルカーが、あ、すぐそこで交換するんだ、あ、近いね。無人の乗り物になっていて、もう本当に上と下で引っ張り合って、ただもう動かされるだけの箱、そのような感じです。まあ、ケーブルカーって基本そうなんですけどね。タバコ臭い女性の車掌さんがお乗りになられて、乗車券は車内で発売、13ルーブルが14ルーブルに改められたようでした。2人分ですから、30出しまして2ルーブルのお釣りというわけです。つまり2人で56円の運賃ということになるわけです。あの王子の飛鳥山公園にね、あれありますよね、なんだっけ、あのなんとかとかいう名前のやつ、エスカーとかいうちっちゃいモノレールがありますけれど、あれにそっくりだと、そんな風に思います。このケーブルカーヘッドマークがついておりまして、見たらソチオリンピック2014年のソチオリンピックのあのロゴがまだつきっぱなしになっておりました。つきっぱなしになってるというか、あえてつけてるのかもしれませんけどね、その記念にということで。自動販売機があって、ちょうどお釣り手元にね、これ2ルーブルか、あ、これ4円か、2ルーブルは、これじゃダメだ、これじゃダメなんですけど、あの手元にね、ちょっとしたお金があれば、これでもうお茶40円とかですから安いもんですよね。買おうと思ったけど、いいや、また後でにしようと思います。上野駅はこれなんですけど、上野駅じゃないですよ、上側の駅ね。あのマロケチャンネルをね、ずっとご覧になっていた、あのうちのチャンネルの、うちのチャンネルのっていうか、今後ろにいらっしゃる A さんですが、あのそのマロケチャンネルというね、あの YouTube のあのチャンネル、これずっとね見てくださっていたおかげで、ここをこのように行って、こう行ってくぐって向こうへ行けばもうすぐ展望台ですよと教えてくれました。ありがとうございます。マロケチャンネルさんもありがとうございます。先日ね、あのダイレクトメッセージをいただきまして、2ヶ月ほど前だったかな、あのスーツ信者になられたというふうにメッセージをいただきました。いや、嬉しいことです。たった今観光バスもまた到着しまして、大勢降りてきたところ、ここは相当有名な観光地というよりか、街のやはり一番の人気のスポットのようです。でこの周辺にも、あの沿海州立大学とか、それからあとはなんだっけ、太平洋艦隊博物館とか、そういったものいろいろあるそうでして、見どころは好きなエリアのようです。ロータリー交差点もあります。というか、さっきあそこの駅について、ここをこうぐーっとこうくぐってこっちの方へ出てきて、こう今登ってきているということなんですけど、ロータリーを回避するために一回下へ降りていたってことだったんですね。日本では北海道旭川市、それから釧路市で私はあのロータリー交差点を通ったことがありますけれど、ほんのわずかしかないような独特のものですけれど、ヨーロッパでは結構こういった交差点というのが数多いようです。ここの展望台の名前をワシノス展望台というそうです。風が大変強いので、皆様にもブーブーとこう風の吹いている音が入ってきてしまうと思いますが、すいません、それはご愛嬌ということで、こちらに見えておりますのが、これがまあ分かりませんけど、ベイブリッジ的な役割を果たしております。こちらがあのこれずっとね、この金閣湾みたいなものがあっちの方まで切り込んでおりますので、これを渡るためには結構これ重要なんですね。これがないと多分だいぶあっちへのアクセスが悪くなるんでしょう。車もたくさん走っていて、これが1、2、3、4つぐらいあのありますからね。あのロシアでは一応鉄橋の撮影は禁止ということになっておりまして、これ鉄橋だと思うんですけど、撮影しちゃいけないのかな。もし本当にダメだったら、後であの領事館に確認しますんで、ダメだったらあのダメということでご回答いただけると思うんですけれど、さすがにダメってことないでしょう、こんだけ言ってね。そしたら撮影禁止ってつけると思いますからね、大丈夫だと思います。あの軍艦もあっちにいるんですけど、拡大をするとちょっとさすがにまずいと思いますが、この価格でそれで軍艦が映って文句言われるということはさすがにないと思われます。だったらもう見えるようなところには置かないんじゃないですかね、それだったらばね。こんぐらいでしょうか。私たちが昨日やってきた方向はあちらの方からこう船でもって入港してきたわけでして、向こう側にちょっと見えておりますのが、こちらが朝鮮半島です。あれは北朝鮮のどっちかロシアかちょっとよくわかりません。それからあとはウラジオストックの駅ですが、ウラジオストック駅はこちらでございます。またなんか長距離列車みたいなものがいくつか発着しているようでして、これがね、駅舎ですよね。こちら側には港もあって、その港にこのように大きな本日は船が停泊しております。やっぱ函館駅とか青森駅とかね、昔の鉄道連絡船みたいなもんですけど、やっぱりあのウラジオストックまであの日本とかから船で来て、そのまんますぐ乗り換えてシベリア鉄道で出発というのがやっぱりこの街の役割の一つだと思いますので、だからあのようにしてね、船乗り場とそれから駅とかものすごく隣接しているというわけなんでしょう。
ただウラジオストクが終点というわけでもないようでして、まだ奥のあたりには貨物駅もあります。貨物列車の発着はあちらのあたりからやっているようです。これもまたね、なんていうんだろう、ね、ちょっとわかりませんけど、こういう構造のところって結構たくさんありますよね。ロシア海軍にすごい配慮しながらの撮影になってるんですけど、まあそれはそうさせてもらわないというね。だってあの私は外国から来てるんですから、それでよその国の軍事施設を勝手に移して帰るというわけにもいきませんので、このぐらいはするのが普通かと思います。またどうも、さっきなんか急にいなくなっちゃいましたけど、あの同じようなところに日本人は会うみたいで、あのね、なんかそこでなんだっけ、なんか日本人のあの日本人でロシア人のあの水平さんみたいな格好してね、帽子1000円とか言って、あの1000円で、あっちにもいたでしょ、なんか売ってる人、お土産、あ、そう、なんかね、そう、あの売ってる人がいるみたいです。まあそんな感じですけど、じゃあ、あの寒くないですか、その格好で。寒いですよね。寒いですよね。今来ました。じゃあまた会ったらまた映ってください、よかったら。どうも。それではウラジオストク市街もまあ大体これでとりあえずこの辺は観光したかなという感じです。まあまだいくらでも見どころはあるんでしょうけれど、ちょっと一旦ですね、あの寒いし帰ろうと思います。今時刻は2時30分です。日本時間だと今1時30分というわけでして、そんなにね、日の長さもあの日本とそんな変わりませんので、別に日本と同じ時間でもいいんじゃないって気もするんですけど、まあ、一応そのような時差になっております。日本より1時間進んでるっていうのが面白いですよね。あれで動画撮るの終わりにしようと思ったんですけど、意外とバスがね混んでまして、そんなに迫力ある運転をしませんでしたので、まあ、ここから先もそのまま動画にしちゃおうと、やっぱり気が変わりました。まあ、うちのチャンネルはこういうことが大変多いものです。シベリア鉄道の線路がここにあるわけで、まあ、シベリア鉄道っていうか国鉄の線路がここにあるんですけど、こんな風にこう金網がガバーッと開いちゃってるのがたまにあるんですね。あの日本ではですね、迷惑撮り鉄というのがいまして、あの鉄道写真を撮る人でね、あの私たち鉄道マニアみたいな人の中で、あのマナーを守れない人っていうのがいっぱいいるんですよ。で、電車のいい写真を撮りたいばっかりにこういう鉄道施設を破壊してその中に立ち入るみたいな人がね、普通にいるんですけど、あのそういう人たちがやったのかなとか思うかもしれませんが、あのヨーロッパにはですね、基本的には、まあ、ヨーロッパっていうか日本以外にはそれほどたくさんの鉄道マニアはいないそうなんで、あれは迷惑撮り鉄の仕業ではないでしょう。まああれが日本だったらね、あ、間違いなく、あ、ここからこう出て写真撮ったんだなって感じに思うと思いますけど、あ、でもね、迷惑撮り鉄じゃなかったけどね、あそこにああいうこう落書きなんていうのは、ウラジオストクは結構落書きなんですけどね、こういうのありますから、多分こっから入ったのかな。いや、でもわざわざ破壊しないで、そしたら向こうで降りる、でも向こうから降りてくのもちょっと怖いでしょうからね、あの向こうのあそこの断崖みたいなコンクリートのところ、やっぱここをぶっ壊して入ってったのかな。そうなのかもしれないですね。当たり前ですけど左側にドアがないんですね。右側通報だからね、それはついてだってしょうがないんでしょうけど、こっちにもついてないわ。バスオタク大喜びです。いや、そんなこともないのかな、このバスはついてるな。撮影は好ましくないと思うのでしませんが、これクローバーハウスという町随一のショッピングセンターだそうです。左側の方にね、これバスターミナルがあります。日本だとね、こういう風にバスがこうやって乗り入れてくるようなところっていうと、まあ、特に地方なんかでありがちな、なんとか病院とか言って、そこが一番大勢乗り降りがあってですね、おじいちゃんおばあちゃんが行列をなしているみたいな感じなんですけど、結構ウラジオストクはあのご高齢の方っていなくはないと思いますが、ほとんど見当たりません。もう若い方ばっかりでして、もう全く日本とはね違うような感じです。日本はどこ行ってもおじいさんおばあさんが多いものですけれど、まあ、少しはいますよ、少しはいるけれど、本当に少しだな。あともう4秒だ。
お昼ご飯まだでしたんでね、とんかつを頼んだわけですが、見事にですね、とんかつの千切りのようなやつがやってきました。まあでもご飯も美味しそうだし、いい日本で食べているとんかつと同じような良い香りがしてきます。奥のショッピングセンターのところからまっすぐ来まして、こちらにあるのがドゥオモスタジアムというそうです。多分それでいいんだと思うんですけど、球場、サッカー場みたいなやつなのかな。奥のあたりに特典板みたいなのも見えます。これあんまり使うことはないそうですが、このスタジアムがもともと1940何年だか50何年だかに作られたそうでして、シベリア抑留をやった時に、当時その日本の捕虜の人たちがたくさんシベリアに連れて行かれて、もしくはこの辺りに住んでいた人たちが強制労働に従事させられてということになったわけですが、その一連の過程の中でこのドーモスタジアムというところも昔の日本人の方がお作りになられたということが多かったんだそうです。そんな話を聞きました。まあ、最も全部が全部そうなのかちょっとよくわかりませんし、どこまでそれがそうなのかもね、わかんないんですけど、そのスタジアムの横にちょうどこのように出られました。横はこんな風になってまして、意外と立派なスタジアムでした。ただやっぱり古いですね。歴史を感じさせます。重厚な作りをしております。こういうところ、昔の日本兵だった人たちもいろいろ頑張ったんでしょうね。これを作るためにすごい多分亡くなったんじゃないのかなと思うんですけど、こういう街中であっても労働が過酷であったことは変わらないんじゃないのかなと思うんですが、真冬の平均気温はマイナス14度ということで、日本で最も寒いとされる陸別町よりもこのウラジオストックは寒いそうです。金閣湾の反対、アムール湾沿いに出てきました。この町も函館みたいな感じで2つの湾を持っているようなところなんですが、遊園地があります。こんな感じでね、遊園地の禁止事項を見てみますと、ローラースケートとかスケートのなんていうの、スケートボードとかね、喫煙、自動車の走行、動物の持ち込み、飲酒、自転車、立ち小便は禁止となっておりますが、まあ、特に撮影は禁止とされてませんので大丈夫でしょうね。すごい観覧車があるから、あれぐらい乗ってみたいもんです。ちょっと小さいけどね。死んでも乗りたくない遊具を一つ見つけまして、おーすごいなと思ったんですけどね、あそこにあるあれですよね。あらのまま行ってね、おーっと行って、まあ、こうあれでまたこう上まで行ってぐるっとこうまた戻ってくるわけです。さっきなんかね、あれで1回転してたんだけど、1回転はもうしないのかな。ちょっとあんなのお金もらっても乗りたくないですよね。なんだこれも。ちょっとあのなんか一つだけ荒ぶってるようなこの辺の、ちょっとやばいんじゃないですかね、これこんな速いの。ちょっとこれはやだな、死んじゃうよこんなの。ロシア人の淑女が2人、あるか、お母さんとそれから綺麗な格好した娘さんが乗ってますけど、でも楽しそうにしてるな。ロシア人はこのぐらいの刺激がないと楽しめないんでしょうかね。全然怖くなさそうだな。うわーって言ってるけど、声だけで全然顔はニコニコしてるよ。すごいね。ね、ゴーカートなるものもあるわけですけど、これもまたですね、相当でして、結構自由自在に動けるようなんですけど、さっきお父さんがね、ぐるりぐるりと回した瞬間にガシャコーンとこう周りの壁にぶつかったりとかして、なかなかすごかったんですよね。ちょっと一人一人がね、個人が運転してますんで、それを運転するわけにも、私が勝手にズームして撮影するわけにもいかないけど、平然とぶつかって止まってるからな。こんなぐるぐるのね、機械がそのままよく脇にありますけれど、こういう感じなんですね。なんかこうどれもね、規模がそこまで大きくない割には、この乗る時間は長くて、よくわかんないんですけど、これもどうも乗り放題らしく、降りたくなったら好き勝手に降りればいいスタイルのようです。というのは、周りの人たちを見ても、降りないんですよね。好きなタイミングで降りるんでしょうけど、乗る場所のところ一周しても通過してますからね。このゴーカートもなかなかダイナミックだし、あっちのさっきのね、貝殻ぐるぐるのやつなんかも、やばいですしね。これもまだまだ高く登るからな、このぐらいでもう十分高さとしては壁のないやつは限界に達してるんじゃないかって気がするんですが、これですしね。しかもね、結構これ揺れるんですよね。おー、私今日高所恐怖症とかではないんだけど、でもそうですね。あ、ちなみにね、さっき面白かったんですけど、あそこにあるA じゃないかみたいなやつね、あそこにありますよね。なんていうとこだっけあれ、富士急ハイランド、A じゃないかみたいなやつ、あれもなかなか怖そうでしたけどね、乗ってる人たちはもうなんかみんな平然と、もう紳士淑女のように手はお膝で乗ってらっしゃいましたんで、やっぱあのぐらいじゃ大したことないから、こう、じゃあ次はああいうもので怖かすからいろいろ頑張るんでしょうね。あれはなんだろう、お化け屋敷とかかな、ああいうのも怖がらせるのうまくやってんのかもしれません。だんだん高いところまで登ってきますと、あ、なかなか眺めが良くて素晴らしいなとは思いますけれど、ただね、眺めが良くて素晴らしいんですけど、ちょっと風が強くなってきて、これは寒いもんですね。これ、はい、皆さんご覧ください。アムール湾でございます。もう平然とこっちなんかね、これ柵がかかってさえいませんでしたから、
もうちょっとこれどうなってんのって感じですけど、もうこれ別に降りようと思えば余裕で飛び降りることさえできてしまうわけです。今日はかなり寒いわけですよね。もうこのように風も吹いていて、もうこの長袖にね、それからベストを着ていて、私が今持っているもので最大限厚着をしているこの状態でも十分に寒いんですが、外を見てみますと一応ライフジャケットのようなものを着用してはいるようですが、海の中に入ってですね、頑張っている人たちがいらっしゃいます。ウラジオストックの夏は大変に短いですから、このようにこの今日みたいな曇天でね、風が強くて寒い寒いというような日でも頑張ってレジャーに邁進される方がいらっしゃるようです。レジャーって邁進するものじゃないんですけど、これは邁進していると言った方がいいでしょう。まあでもあれかな、ここは多分海水浴場なんだと思いますけどね、あの監視のあれがあるから多分そうでしょう。でも見た感じさすがに海水浴やってる人まではいないですね。さっきご覧に入れたドーモスタジアム、これもよく見えますね。あー、きっとシベリア抑留された人たちは寒いこのアムール湾からの風に吹かれながら結構大変だったんでしょうね。ウラジオのこの山なりに連なっていく街の様子もよくわかります。今日はね、あの山の裏の方、あの辺りから多分あの金閣橋なんて言うんだっけ忘れましたけど、あの橋のあれを見たんじゃないかなと、多分ねそんな感じだと思いますよ。ちなみに駅は見えておりませんが、駅はだいたいあの辺にあるはずです。船がちょっとここから見えればもうちょっと分かりやすかったんですけどね。あちらではね、死の振り子、そんな遊びですよね。だんだんと今強くなってきてエスカレートしていくところです。あーすごいな、あの音がちょっとリアルにギシギシと言ってますから、ちょっと怖いなんてもんじゃないですよね。お父さんが今猛烈な声を上げていらっしゃるのがこちらからでも確認できるようです。やばいな、見てるだけでもちょっと信じられないことですね。あれはそろそろ1回転のレベルにまで達しそうです。おお、なかなか終わらないからね。乗りかかった船とはまさにこのことですけど、おついに、おお、あれはすごいな。ちょっと見えませんでしたけどね、今一回転閉めましたよ。あっちになんかね、みんなの人気者ハローキティみたいなものがなんか見えたような、あ、降りる。これ何周もできるもんだと思ったんですよね。違いました。あの前の人たちはお金いっぱい払ってたみたいで、できるのは1周だけでした。1人1周300円です。ちょっとじゃあもうちょっと何か食べようということで、アクアリウムグリルカフェ、ここに水族館みたいなドームあるらしいんですけど、水族館には行きませんが、こんな風なところでちょっとね、なんか魚市場エリア、海鮮を食べようということになりました。見てるとね、こんな風にこういろいろ、これ Facebook とか Instagram とか、こういうの結構ね、いろんなお店が出しておりまして、これでそのアットなんたらなんたらなんたらとかね、あとあの落書きなんかでも自分のアカウントのあれをそのまま書いてるような人とかいましたしね。結構こういうインスタグラム、フェイスブックが日本よりもさらに活発なようです。日本もみんなね、SNS ばっかやってますけどね。シーフードサラダをいただきますが、これが、なるほどね、立派で美味しそうですよね。温かいサラダです。キングなんとかと、それからなんだっけ、バンドじゃなくてなんか焼いたなんとかとか2種類ありましたけれど、立派なホタテです。これ私の手と比べていただければね、大きいというのが分かると思うんですけど、これはわさびらしいんですね。これかけていいのかな、かけてよろしいでしょうか。かけないそうです。よくわかんないんですけどね、食べ終わりまして歩いていたらお馬さんがおります。お馬さんパッカパッカと右からだんだんこう大きくなんですね。これ面白いな、なんか隣のトトロを彷彿とさせるようです。すごいですね、ほんと階段状の配列ですよ。先ほどのね、あのレストランとっても良かったですね。もうシュリンプとかなんとかとか、あの野菜サラダみたいな、何でもかんでも美味しかったですが、結構ね、使ってしまいまして、で3500円ぐらい払った。まあそれはね、あの2人で食べたわけだから2人で3500円は別にいいかなと思うんですけど、その後お会計ということでね、あのチェックと言ったらば、いろいろ持ってきてくれたんですが、でその時にね、あの箱が2つありまして、片方の箱にはカードもしくは支払いの現金を入れるためのものというわけです。でもう片方の箱は何だめなと見ると、でそこにはですね、 TIP と書いてあるわけですね。 Sorry、
それはつまりまあチップということです。あのチップっていうのはまあもちろん皆さんも分かる通りあのチップですけれど、あのヨーロッパの中ではチップは普通らしいんですが、ただソビエトの時代には特にこのロシアにおいてはその支払いという文化はなかったそうです。ただあの民主主義じゃ民主主義や資本主義に移行してからはそういうこともだんだんと浸透してきて、今ではもう割と当然のようにということになっているそうです。まあ、日本人からするとね、なんかあのいきなりそういう風に当然のようにチップとか言って請求されると、まるでなんか小敷か何かのようにね、あの思うという方ももしかしたらいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、でもね、あの私が聞いた話ですと、あの今ちょうどねこの同行の A さんから聞いたんですが、ヨーロッパではね、あのもう時給が花からなんか時給300円とか400円とかになっていて、その代わりチップをもらうのが前提みたいな、そういう風なね、あの賃金の設定になったりということもあるらしいですよ。あとあのこれからね思ったんですけど、まあ、その時にあのロシア人 の, あのこう接客のねウェイトレスの人いて話しかけてきたんですね。 Where are you from? って言われたから、 Yeah, I'm from Tokyo in Japan みたいなこと言って、で私もまあちょっと喋りかけてられたんで、まあ、少しぐらいは返事するもんかなと思いましてね。 Are you a student? あ、そうだそうですって、 Yes、so、Me too, enjoy your vacation みたいなことを言ったわけですけれど、あのそういうのもね、もしかしたら、あ、私から多めにチップもらいたかったのかな。まあ私はあの100ルーブル200円だけあのチップあげたんですけど、まあね、あのそれがちょっと適正な価格だったのかどうかよく分かりませんが、まあ、あのそういうことをやればね、接客態度も自然と良くなるというわけでして、これもいい傾向なのかなと思います。でもね、日本の接客態度ってやっぱりこの海外旅行やっても飛び抜けていいわけですけど、あのチップとかいう文化がないのにあの接客態度がやけにいいっていうのはこれ不思議なことですよね。あの真面目すぎるのか、ね、バカ真面目だからということなのか、それともまあ逆に日本人のそのおもてなしのね、あの文化が素晴らしいのか、どっちなのかよく分かりません。まあ、あのお客さんとしては嬉しいことですよね。チップも渡さないのにあのニコニコみんな愛想よく振る舞ってくれるわけですから。ではホテルのあたりまで本当に帰ってきたところで、もうこの後はないと思います。この動画はここまでとさせていただきます。ちょうど今船が出航するところ、よく見てみますと MSC スプレンディーダーと書いてありますけどね、いっぱい客船に乗っている方の姿が見えます。手を振っています。あれは何の旗でしょうかね、ちょっと私には分かりませんけど、バイバイロシアウラジオストックバイバイと、そんな感じで今先ほど汽笛を鳴らして出発していったところでした。じゃあご視聴ありがとうございます。